ジェットレースで水面を走る感覚、神田川から見える景色、風、匂い、私にとっては何にも変えることのできないものです。満腹黒丸ちゃんもかぐや様と一緒に走るこの神田川が好きなのだ。私の将来の夢はお母さんみたいなジェットレーサーになることです。将来の夢。お、かぐや様、どこへ行くのだ。そこどいてもらえるかしら。あ、ごめんなさい。この素人みたいな子がジェットレーサー、私には時間がないというのに、神田川で勝手なことを。毒だけじゃダメなのだ。今すぐここから立ち去るのだ。立ち去る？どうして？武蔵野女学館ジェットレース部が練習するからです。さあさあ、時間がもったいないのだ。早くどこかへ行くのだ。今からここはかぐや様と満腹黒丸ちゃんたちのものなのだ。そんな、海はみんなのものやけん独り占めなんてずるかよ。ここは海じゃなくて川なのだ。川でもそうだよ。川だってみんなの。不満があるというのなら、川の使用権をかけて私たちと勝負すればいいことです。勝負って喧嘩？そんなわけないだろう。川で勝負と言ったら。もちろんジェットレースに決まってますわ。広い道幅ながらもゴール前以外は緩やかなカーブが切れ目なく続く神田川下流駅浅草橋。外周を走るこのコース、目を引く大きなランドマークや仲見世などが賑わいを見せる。本当に走れるの？大丈夫大丈夫、どうにかなるって。満腹黒丸ちゃんたち、こんな素人みたいな子に負けるわけがないのだ。黒丸、油断は禁物です。どんな相手でも全力で挑むのです。どうぞ召し上がれなのだ。
まだまだ私の走りを見せる。うわあ、すっごく楽しい。ジェットレースってすごいね。何をのんきだろう。最後の1周集中しないと負ける。あ、これで最後だったんだ。よーし、頑張るぞ。カズヤ様、相手は本当に素人だったのだ。どうにかいたことないと思います。カンデナのルールを知らないのは当然です。ですが、それも関係ありません。最後まで全力で行くのにドレスです。キラリ、サナダン、クソ、全力で加速します。キラリ、サナダン、この速さについてこられますか。全力で加速します。使えそうだ。当てる。この速さについてこられますか。ゴールだ。これは驚きました。思っていた以上の成績。満足のいく走りでした。私にとっては当然の結果です。まったく、練習相手にもなりませんわね。当然の結果なのだ。ああ、負けちゃったよ。当たり前だよ。初めて一緒に走ったんだし。さあ、分かったら行きなさい。せっかく神田川の使用権を取ったのに、あなたたちのせいでほとんど練習時間が残っていませんわ。え、それってつまり意地悪でどけって言ったんじゃないの。何を言ってるのだ。かぐや様は意地悪するような人じゃないのだ。そんな私早とちりで、ごめんなさい。迷惑をかけて悪かった。それじゃ、お待ちなさい。青井美沙さん、そちらの方のお名前は。私は並木凛です。並木凛さん、もし悔しかったのなら強くなることね。その時はもう一度勝負して差し上げましょう。一般人に名前を聞くなんて珍しいのだ。いいや、黒丸、あの子の走りめちゃくちゃではあったけど、私の知らない走りでした。きっと強くなる、そんな気がします。でもその頃には。ごめんなさいなのだ。かぐや様を悲しませるつもりは。いいのよ、黒丸。ジェットレースができなくなるのはあなたの責任じゃないのだから。
日特訓したか